九谷焼の芸術祭クタニズムは、小松市と能美市が九谷焼を世界に発信しようと3年前に始めました。去年は新型コロナのためオンラインのみでの開催となりましたが、今年は2年ぶりに小松市と能美市の2会場で巡回展が開かれます。今日はサイエンスヒルズ小松で内見会が開かれました。こちらは九谷焼の絵付け技法、赤絵彩描を用いた作品で、古文や花などが緻密に描かれています。いかにしてこう昔からの技術で、伝統技術であったりとか、複雑なプロセスを経た伝統技術というものがどうやって継承されてきたかというのを見るのも一つ面白いかな。能美さんと一緒にやらせていただきまして、連携しながらですね、九谷焼の魅力というものを世界に発信していきたいというふうに思いますし、いろんな方が携わってこの九谷焼ができるわけですから、そういった方々の思いに何か、触れていただくような機会を作っていきたいなというふうに思っています。明日から開催されるクタニズムは、会場でトークショーやワークショップも予定されているほか、工房などのツアーも予定されています。巡回展は明日から26日までがサイエンスヒルズ小松で、その後今月29日から11月7日まで能美市の朝倉磯基地記念館で開かれます。